介どうぞ。はい、皆さん一緒にクラップお願いします。せーの、パン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 、ひろまる、なせまる、ひろまる、なせまる、みんなが染まる、なせまる。ありがとうございます。真夏生まれの超新モンスター、なせまること加山七瀬です。よろしくお願いします。なせまる。はい、ふんわりおっとり癒しをお届け、北海道産のモン君よキュー、ももちゅんこと菅原ももです。よろしくお願いします。ももちゅん、はい、大きい声でロックでしょ。いきますよ。清く正しくピュアリーに、でもアーチャといえばロックでしょ。みんなの笑顔チューニング、アーチャこと花輪ありさです。楽しんでいきましょう。アーチャー、はーい、ベビーフェイスは世界を救う、あなたにピース、ミューピース、ミューピストバイス滝美優です。よろしくお願いします。みんな幸せになれんや。ありがとうございます。幸せの配達人レイニャこと安藤レイニャです。よろしくお願いします。レイニャ、はい、元気メーター上昇中、みんなの心に共有中、リナリーこと勝野リナです。今日も頑張りなり、ビヨビヨビヨ。笑う角には白木ある。はい、ラキちゃんこと白木萌乃です。よろしくお願いします。ラキちゃん、はい、志高く紅茶は甘く、あなたの心をジャック、素敵に無敵に百花繚乱、おりちゃんこと西門しおりです。よろしくお願いします。おりちゃん、ピュアモンの出番がやってまいりました。皆さん盛り上がってますか。おお、すごくね、温めていただいたのでね、とってもとってもやりやすいライブでございます。はい、ということで1曲目に披露させていただいた楽曲が、今回ピュアリーモンスターがニューシングルで発売させていただく、はいはい、楽曲、シングルに含まれている始まりの絆という楽曲になっているんですけれども、はい、その曲についてね、ちょっと今日お話ししていこうかなと思うんですけれども、はい、新メンバーは初めての、はい、ね、あのいただいたシングル、はい、楽曲だったと思うんだけど、どうですか。いやー、初めてピュアリーモンスターに加入させていただいて初めての曲で、なんかここから始まるんだなっていう曲で、なんか振り入れの時も振りがなんかこういう、あのみんなやりやすい振りがあって、それがなんか約束を交わすっていうね、歌詞と一緒にあるので、私はそれがすごい好きで、あのぜひ皆さんにも真似していただきたい振りになってます。これからたくさん披露していきますので、はい、たくさん覚えて、はい、曲もね、ぜひぜひ愛していただけたらと思います、うん、ということで、じゃあ、うん、早速、ライブパート戻りましょうか、うん、戻りましょう。はい、それでは聴いてください、瞬間リスグラッシュ。きっと旅切りに慣れた
リーモンスターからお知らせです。はい、5月1日水曜日にピュアリーモンスター結成7周年記念ライブピュアメモリーズを開催します。場所は恵比寿のクレアート、19時会場、19時20分開演です。もうピュアモンの瀬取りが、ピュアモンの楽曲がたくさん楽しめる楽しい瀬取りになってます。初めて見たよって方も絶対に楽しいので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、5月の24日に私安藤玲奈のバースデーライブを、写真はですね、動画はとツイッターに載せる際はハッシュタグピュアリーモンスターをつけて投稿お願いします。よろしくお願いします。たくさん撮ってくださってありがとうございました。そしてピュアリーモンスター次のリリースイベントはこちらで、本日2部ですね、16時から4時からございますので、また皆さんこちらに集まっていただいて2部も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。